八千代市。八千代市は、千葉県北西部の活南地域に位置する、人口約19万人の市,市。市原市に次いで、県内第7位の市である。住宅団地発祥の地として知られており、現在も東洋高速線沿線を中心に、宅地開発が行われている。東京都特別区部への通勤率は26.6%、平成22年国勢調査。 八千代代団地春工以後、急激に人口が増加した。団地建設で人口が一気に二倍以上となったのは、京都府や私などの例もあり、市の特徴も、漁師で類似している部分が多い。1975年には、人口十万人以上の都市で、全国一の人口増加率となり、年少人口も多かった。その年代の住民は、 京成線沿線に多く住んでおり、高齢化が進んでいる。その一方、東洋高速線の影響で人口増加率が復調し、再び燃焼人口が増加している。今後の人口推移に関しては、八千代市自身、国立社会保障、人口問題研究所、民間機関の3社による推計が2015年に公表されている。その中で最も多くなると予想している8000市。 自身の推計では、2028年に20万4524人でピークアウトし、その後は減少し続け、2060年には17万2028人になると予想している。これとは別に、2014年に改定された八千代市都市、マスタープランでは、平成34年度、2022年度に21万6 0 0 0人という人口を想定しており、都市計画については、 こちらの想定をもとに行われている。利根川水系の河川の実が流れている。低地では稲作が行われ、大地では梨の栽培が行われている。八千吉産の梨は、昭和期には、阿蘇梨の名で出荷され、現在は、ほとんどが直売される。種類別では、野菜、ほうれん草、人参等が、生産額のおよそ半分を占め、ついで畜産、梨などの果実。 米が続く。牛乳生産も盛んで、高新乳業の牧場や工場、八千代牛乳ブランドの生産者である、千葉北部落農農業共同組合、北楽の本所が市内に存在する。八千代市の中では、比較的古い市街地である。昭和後期の大開発により、ベッドタウンとして発展し、京成本線沿いに住宅地が広がっている。 成田街道の宿場町だったことから、地域では歴史ある旧市街地。現在は開発の余波を受けてその姿を変え、宿場町としての面影はほとんど残っていない。北部に国道296号が通じており、市役所や消防署も立地しているが、二十歳も点在しており、住宅密度は高くない。京成大和田駅前では50年以上続いた、 区画整理事業が終了したが、立ち退いた商店の多くが戻らず、新規店舗開店も少ないため、空き地が目立つ。日本初の住宅団地、八千代大団地が建設された地域で、住宅団地発祥の地である。八千代大駅を中心として旧来からの住宅が密集しており、東西南北別に細かく住所が区分されている。また市内では最も人口密度が高いが高齢化が、 進んでいる。商業施設の集まる駅周辺では道路が放射状に伸びており、高津川を挟んだ北西隣には自衛隊ならしの演習場があり、訓練時にはヘリコプターや C-1 輸、SO、送機などの音が響く。自衛隊ならしの演習場に隣接した高津団地を中心とする住宅地、中央高津川が流れている。 北部の国道296号周辺は主要県道が多く集まっているが、道も狭いため非常に交通量が多く、新規度交差点などは渋滞箇所として知られている。勝田タ大駅、東洋勝田タ大駅を中心とする地域で、中心部には商店街が立地する。南部は住宅団地であるが、北部に国道296号、西部に 国道16号が通じ交通の便が良い。新川にほど近く、支流の勝田川も流れており、比較的高低差がある。位置的に市の外れであり、桜市に隣接しているが、中心駅は鉄道2路線、市内利用客数第一位の拠点性があり、桜市民も多く集まる拠点地域である。学生も多く集まるが、特に村上団地など北部から多くの市民がバス。 または自転車で駅へと集まるため、駅周辺には自転車駐輪場も多く整備されている。かつただい駅開設以降より発展した南部地域であるが、大型店舗や近隣地域へ買い物客が流出し、人口増加も落ち着いているため、活性化が求められている。平成8年の東洋高速線の開業に伴い、駅周辺の宅地開発が行われた。村上。 八千代中央、緑ヶ丘などの駅沿線を中心に、中、高層マンションが林立し、村上駅前にフルルガーデン八千代、山田電気等、八千代緑ヶ丘駅前に、イオン、東方シネマズ等の商業施設がある。東洋高速線が開通した新港地域、東洋高速鉄道本社や車庫などがあるほか、イオンや映画館などの商業施設が豊富である。 国道を隔てた高津地域とは性格が異なり、新興住宅街が中心で、高層マンションも目立つ。西部は元来沼地であり、新川水系の支流もあることから、高低差が激しい。吉橋工業団地がある田は、素放な土地だったが現在でも区画整理が続いてお、国道296号周辺の道路混雑も、 解消すべく北西部へ向けさらなる開発が進んでいる。東洋高速線八千代中央駅開業前より団地が建設され、開業後も周辺の宅地下や高層マンションの建設が進んだ。大和田地域から続く旧来の住宅街も残っている。南部はバイパス道路等も通じるが、交通量は総じて多く、八千代郵便局、八千代警察署、 八千代消防本部などの行政機関があるほか、市民会館や八千台総合運動公園があり、市の中核の一つである。新川との関わりが深く、川沿いに水田が多い。国道16号線が通っていることから、道路の便が良く、伊東洋華道、ジョイフルホンダをはじめとする商業施設が多い。村上駅開業後は、宅地開発が進んでいる。 地域中央には大規模な村上団地があり、村上緑地公園を挟んで東隣に上、高野工業団地がある。村上団地の辺園には、高校が多く立地する。北部は、主要道周辺以外紅葉樹林や果樹園が多く、梨等の栽培が盛んである。八千代緑ヶ丘駅、八千代中央駅に挟まれた地域。駅に遠いため住宅などは少ない。 八千代工業団地、東京女子医科大学八千代医療、センター、ローズガーデンがある京成バラ園、京成バラ園へ経営がある。鉄道駅には遠く、米本団地、大学町の住宅地域の他は主に農地である。梨や、野菜の栽培等の近郊農業が行われている。秀明大学、東京重則大学がある。市の中心駅は、八千代中央駅。 ノーウィッキー、ノーウィッキー京成電鉄。ノーウィッキー、ノーウィッキー東洋高速鉄道。東市内に有料道路はない。有料道路へのアクセスには、最寄りの東関東自動車道の千葉北 IC、または湾岸奈良市の IC や、京葉道路の穴川 IC、武市 IC、花輪 IC や茨城県方面からは、常磐自動車道の柏 IC や県道の、 薄く編み IC 等が利用される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。